間です。今日は右を差しに行って上手の照ノ富士、先に上手、相手に上手を与えないようにしています。照ノ富士がまず有利な形を作りました。攻めていくところで東龍も上手、これでがっぷりになりました。照ノ富士の勝ちです。相手の下手で切りましたかね。そうですね、東龍の右手が離れたのが見えました。照ノ富士勝って6勝目、6勝5敗です。身長差も、ね、同じですからやっぱり、そうですね、1m90cm 余り、